新潟からニュースをお伝えします。パリオリンピック出場を目指す水泳の水沼直樹選手が市民の水泳大会に参加し、小学生とレースを楽しみました。新潟市で開かれた水泳大会に登場したのは、新潟医療福祉大学に所属する水沼直樹選手です。小学生選手とともにレースに臨み、力強い泳ぎを見せていました。水沼選手みたいに、ね、あとみんなみたいに頑張って、これからもバタフライを極めていきたいです。みんなすごく泳ぎ終わった後も表情もすごくにこやかだったし、僕自身もやっぱすごくあのレースを楽しめたので、本当にいい特別レースだったなというふうに思ってます。大会後、子どもたちは水沼選手と記念撮影するなど交流を楽しんでいました。